しょ。すごい。全員言ってたと思って、ラジオ来るって言ったね。元カレやゆいかずっと食べてるって言われてた。かわいいじゃん。曲提供をやりたくて歌いたい。自分が楽器始めたいなって思った理由がスイングガールズなんですよ、やっぱり。ゆいかのラジオ、こんにちは、こんばんは。ゆいかのラジオ、元カレやゆいかです。今日はですね、私のお友達になってもらった蒙古組カンパニーさんに来てもらいました。イエーイ、ありがとうございます。初コラボ、初コラボいただいちゃいました。私たちの出会いはですね、私 の、 ラジオ番組にももこちゃん来てくれて仲良くなったよなんて話をももこ組カンパニーさんのラジオ、はい、あ、ラジオじゃない、 YouTube, YouTube で、チャンネルやってるので見てください。ぜひそちら前半戦見てください。後半はですね、ももちゃんがクレープを食べようと誘ってくれて、強力なももちゃんチームの助けを借りまして、こんなに素晴らしく用意していただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。もうゆいかのラジオはですね、いつも一人で準備して一人でやってるもんで、もう必ず失敗するんですよ。でもたこ焼きとかやってたじゃないですか。たこ焼きうまくいった、ありがとう。熱っ熱っってありがとう、見てくれて、ありがとう。やっていくにあたって説明聞きます。はい、説明いたします。お願いします。はい、薄力粉 80g、と卵2個、牛乳。薄力粉ってどれ、薄力粉ってどれ、薄力粉、これ、これですって、これじゃない、これか、はい、薄力粉、このボウルに、はい、入れます。入れます。80ですって、これ 100g だから、はい、もう入れちゃおうか。あ、入れます。待って、これ測るんじゃない。そう、測る。あ、8割かなとかじゃダメなんだ。ゆいかさんやります。私振ります。シャ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 。なんか今さ、大体で始めたじゃん。はい、ももちゃんその感じすごい好きと思った。私もそう。80g でしょ。80です。今30、45、やばい、2割残す。あ、先生来ました。80でござる。ぴったり、すごい、ぴったり。牛乳 240cc。 はいはい、ストップ、はい、お願いします。入れちゃいます。で、卵を2つ。お、うっ、特化してて。19、20。はい、はい、そうそうと言われました。少々、塩も少々、5滴ぐらい入れました。クレープに塩って入ってんの。はい、気持ちいいね。じゃあ混ぜてください。混ぜます。はい、これだよ。料理さ、あんましないってさっき言ってたけど、お菓子作りは、お菓子作りもっとしないです。しないしますか、ゆりかさん。全然しないです。学生の時、うん、バレンタイン、あ、中学校ぐらいで終わりました、私。え、それまでは作ってたってことですか。中3ぐらいまで作ってました。あげたい人がいてみたいな。あげたい人いました。わあ、ゆいかさんにもらえる人ってどんな人、マジで。いやいやいや、みんなにあげてましたよ。めっちゃ幸せ者じゃん。でもね、バレンタインデーにそんなに重き置いてない人間かもしれないです。え、何に重き置いてる。なんだろうな。ありがとうございます。これ入れてよ、ようござんすか、はい、正月とかの方がテンション上がる。わかる。え、クリスマスとお正月どっち好き。すごい難しい。ギリ正月かも。私もお正月大好き。なんかいい感じだよ。結構もう混ざっちゃいました。もう混ざった。もうそう、だからクレープ作り、うん、マジで楽なんですよ。生地こうくるくるしてやってヒャヒャって包んで終わりでしょ。本当ですか。取れ高大丈夫ですか。取れ高ないね。これジェンってやって3分ぐらいになっちゃうかもしれない。ジェンガもう一回やる。そうね、ジェンガやってもう一回やってもいいぐらいで。え、でもさ、これどうやるの。ゆいかさんも、あ、一応混ぜますか。なんか先生、ダマダマしてますけど大丈夫でしょうか。え、嘘、本当だ。なんで。ちょっと私これでオッケーだと思ってたな。うん、すごいオッケー出してたよね。気持ちも終わったみたいな。ずっと自分的に混ぜてた感じがしたけど、これ私、くりくりやるのめっちゃやってみたかったんですよ。あ、本当。やったことはない。なちょっと憧れじゃないですか。確かに、やったことないです。よし、では、どうぞ。え、私から、うん、どうやってやるの。これでこうやる。おお、すごいぽい。ちょっと見よう、見まねというか。すごい。なんか足りない気するけど、うん、大丈夫かな。でも伸びたらこんなもんで良さそうだよ。どうしよう、玉がある。もうちょっと頑張れ。意外とあった、玉が。ねえ。あ、これって目いっぱいに回す必要あるのかな。なんかそれっぽいよ。本当にこれ大丈夫か。なんか薄くなっちゃうと穴開きそうだね。でもさ、目がヘニャヘニャしてるよ。もじゃん。本当だ、うん、ダメかも。ね、せっかち。せっかちかも。私もせっかち。もじゃん左利きだ。
こんな片手で、うん、こういうことですか。いい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 い、めっちゃいい、めっちゃいい。え、うまい。え、うまい。なんか天才じゃん。すごい。クレープ屋さんになれるかもしれないですね。美味しそう。クレープ屋就職しようかな。バイトしようかな、クレープ屋で。バイト経験何ありますか。バイト経験はいっぱいありますよ、私は。何が好きだった。ラウンド1、うん、が一番長かった。ラウンド1、映画館。ラウンド1ってさ、学生がデートする場所でしょ。そう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 、うん、ボーリングとかあるとこでしょ。ボーリングあります、うん、ボーリングでやってます。え、そこで何してたの。ボールを拭いたりしてました。へぇー、うん、すごい、すごい、いい色、いい。これ、もらっちゃっていいですか。もちろんです。この可愛いですか、私ので。どうです、熱くない、大丈夫。こういうことでしょ。うわ、美味しそう。できました、クレープ作り終わり。クレープ作り終わり。こんな簡単なことないよ、初めてだよ。すごいよ、ありがとう。素晴らしいね。トッピングは何しますか。あ、でもね、やっぱいちごとか、いちごと、あとさっきチョコのあれがあったんだよね。チョコ、あ、これこれです。バナナもあるよ。いちご、チョコ、バナナ、ブルーベリージャムとかもありますね。何が好き、クレープ。あとホイップもありますよ。ほんとだ、ホイップは欠かせなくないですか、クレープにね。絶対だよ、それはそう。こっちのハムチーズ系もあるけど、ご飯系もあるじゃん。でもご飯系になんかな、うん、私は今の、ね、気持ちがね、今の気持ち的には、うんうん、ホイップやりたい。そうね。でも私はもうさ、今現在時刻は午後6時ぐらいを回ってるからさ、私めっちゃご飯食べたい。確かに一番お腹すく時間かもしれない。ちなみに紙に包むことも。え、かわいい、すごい。え、お店みたい。え、商売始めます。やりましょう。やりますか。うん、ももこゆいかカンパニーやろ。何かカンパニーかわかんないけど、あのゆいかさんのファンと私のファンをここに並ばせて4500円ぐらいのクレープを作りました。ぼったくりだよ、ももちゃん。やりすぎだって。だって私たちが作るんですよ。あなたのそういうとこ私好きだけど。ちなみにメニューは選べません。気分、私の。やってみよう。え、私ちょっとトッピングし始めてもいいかな。いいよ、あんまやめた方がいいかな。やめないで。だって画面忙しくなんないから。おいしくないよ。でもゆいかさんの見てますから大丈夫よ。ももちゃん上手にしたね、クレープ屋さんの。全然足りないじゃないですか。なんかすごい、やっぱり私って調理系下手なんだな。いやでも私も自分でもびっくりします、こんなにスムーズに。本当だよ、簡単にできるかと思ったら全然。みんな期待してたでしょうね、なんかべちゃってなる、ひっくり返すときとか。うん、期待してた。絶対期待してたもんね、うん、私これさ、ちっちゃいときずっと見ててさ、クレープ、はい、あの上手にできると思ったけど、割と難しいよ、この回転が。ね、まだらになるもん。でもクレープってたまに無性に食べたくなる。なります。私、最近ハマってるのは、うん、甘夏のクレープ。大好き。最高。甘夏とかと生クリームみたいな。そう、豆乳クリームで最後蜂蜜かけてくれるの、大好きで。あ、着々とやってますね。いちごやっちゃってますね。学生の時さ、買い食いとかした。え、何食べしたかな。待って、全く思い出せない。何食べてましたよ。私は、うん、常にあのカバンの中にカロリーメイト2箱とメロンパン入れてた女で。へぇ、メロンパンかわいい。メロンパンが大好きで、うん、で、あとね、ポップコーンもすごい好きだったの。へぇ、ものすごいあのカロリー過多な高校生で。ポップコーン何味とかありま。キャラメルポップコーン。あ、硬い、キャラメルめっちゃコーティングされてる。あれをさ、両国駅のさ、総武線待ってる時にさ、食べてたらさ、ネットにさ、元カレやゆいかずっと食べてるって言われてた。かわいいじゃん。駅で食べんのやめようってなった。え、でも私今思い出したんですけど、ミルキー食べてました、めっちゃ。授業中とかにもミルキー食べてました。それ怒らんないの。まあ、すごい盗み、盗んで。そうだよね。気づかれないように、シャシャと。なんか糖分を求めてた時期だったのかな。わかる。すんごい食べてた。全然ミルキー食べないけど。ね、暗記の仕方とか、ね、頭勉強するとき、ももちゃん常に勉強してるじゃないですか。してましたね、昔は。え、今だってしてるじゃん。頭働かすしさ、うん、連載書いたりするしさ、うん、そういう時にさ、集中するためにさ、食べたりやったりすることありますか。でもなんか王道といえば、うん、あのラムネ食べません。
あのブドウ糖の結構売ってるやつ聞いたことある。私もすっきりします。あと二日酔いの時とかあんまなんないなんのことないけど、ラムネってさこういうちっちゃいやつパカってやってさ出てくるそれだけど、最近パッケージで売られてるじゃないですか、うん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 、であれ本当に私は結構集中する時いいと思う。食べる今もうちゃん。でも台本が、うん、本当に私一回ビッシュの時に映画撮ったことがあって、うんうんうん、向いてないって書いてた、ね、その時にすら本当に無理で、だからゆいかさんはどうやって台本覚えてるかっていうのがすごい気になる。前も聞きましたね、この人も覚えてない、やばい。でも覚えてない、いつもだから作品ある時に先輩たちにどうやって覚えてますか、どうしてますかって聞き回ってる。え、俳優さん同士でもそんな会話あるんですか。私あんまり俳優っぽくないんだと思う。いつもどうしてますか、どうしてますか。あ、破れちゃった。なんでそんなに綺麗にできたの、あなた。大丈夫、包めば。あーあーあー、嘘でしょ、ゆいかさん。なんでそんなに綺麗にできたの。難しい。あ、でも大丈夫、大丈夫、大丈夫。あ、熱いよ。あっち。あっち。熱いよ。熱いよ。食べたら一緒だからさ。ね、胃に入ったら一緒です。うん、大丈夫、大丈夫。こうやってさ、いつもさ、自分を励ましながら生きてるよ。ねえ、最近一番落ち込んだこと何？いきなり？うん、いきなり。いきなり？いきなり。落ち込んだ時？怒ることはありますか？なんかいつも私怒っちゃう。本当？怒る態度に出るか。どんな？黙ることが多いです、私イラッとすると。え、でもそれさ、一番ダメなパターンだと思って。え、なんで？一番嫌なパターンだと思って。え、いいじゃん。嫌らしいじゃないですか。でもさ、事故はないよね。言っちゃいけないこととかさ、言わないじゃん。そうでしょ。でも、うん、そうだね。チョコバナナ。え、それらしく見えるね。これ、あの、え、すごーい。いやー、かわいい。4500円。商売始めた。桃子ゆかカンパニー。クレープ屋。上手です。なんかこんな感じだったっけ。クレープって包んだらさ、それらしく見えるよ。なんかクレープ屋さんってやっぱすごいですね。できたー、イエーイ。なんかちまっとしてない、私の。なんかちっちゃくないですかこれ。いいな、そっちの方が可愛い。いただきます。食べよう。トークがあちこち行ってカズさんに怒られそう。カズさん食べてください。カズさん編集の人。編集のうちの妹の旦那さん。ああ、ゆいかさん本当に、うん、めっちゃ穴声だけど大丈夫。ご家族と仲がいいですよ。めっちゃ仲いい。反抗期とかはないけど、30の時に会ったって言われて。そう、これから大人みたいな時に会った。そう、すごい迷惑だったってこの間家族に言われてなんかこいつマジで何もやらないなみたいな。どうすんだこんなになっちゃってと思って、家族的にはもう終わったって感じだったらしい。え、でも31時で。ごめんの、出来上がりのクレープ食べよう。食べましょうか。とりあえず、一口食べよう。めっちゃ気になるけどね、その話。いただきます。いただきます。リアクションすごい、うまい。だってこれさ、自分で作ったんだよ。まあ、ほぼももちゃんのチームが用意してくれたもんだけど。ね、めっちゃ美味しい。ありがとうございます。生クリームです。生クリームの味がします。すべてです、生クリーム。え、でもこの生地も良くない？結構香ばしい。確かに。うん。こういう。ねえねえ、ここついてるよ。かわいいよ。パンタ、ありがとう。優しい、教えてくれた。ちょっと待って、まだついてんな。ちょっと取っていい？はい、OK です。友達になるときさ、どうやって友達になるの？うん、今回さ、ナンパしたわけじゃん。なんかゆいかさんがそのラジオ終わった後にメッセージしていいですかって言ってくれて、あ、全然全然してくださいって言って、でその日朝終わったんで、一日私はね、ゆいかさんがいつメッセージが来るのかなってめっちゃ何回も見たりして、来なかったわけですよ、夕方ぐらいになっても。まあ車庫汁から来るわけないよね、ゆいかさんからみたいな。全員言ってんだと思って、ラジオ来るってロケスト全員になんか言ってるかなと思って、お近づきの印にみたいな思って、すっごい落胆してたんですけど、このまま一日を終えるわけにはいかないと思って、わらにもうすがるような思いでゆいかさんにあの送ったんですよ。そうそうそう、まあ、こっちから送ってもみたいな。でも私は送ってたんだよ。送ってくれてたの。放送終わった10時半ぐらいにもうももちゃんに、ね、送ってくれてたんですよ。で私はインスタの機能を恨みましたね。これはインスタがいけなかったのね。インスタがいけたか
で私があのフォローしてない人からは来ない設定しちゃって、あ、だから受け取れない設定でした。なるほどね。ゆいかさんは多分その設定をしてなかったから私の方が来たんだけど、うんうん、そうそうそう、お互いでもそれしてたらマジで今日なかったですよね多分。本当にそう、なんかメッセージ待ってたんですけどあれなんですけど先送っちゃいましたみたいな来て、え、私10時半に送って、えってすごい戸惑って送ったよみたいになってね、そう入れ違いがあって、よかったよあれ出会えて。もう1枚食べる？いやもういらない食べる？そうだよ、みんな食べる、みんないるから、まあ、ジャンジャンにはいいかも。確かに結構もう友達は一本釣りタイプなの常に。何ですかそれ。この人好きって思ったら友達になろうって言って、うん、すぐ友達になりたいって思っちゃう人で、うん、行動力あるタイプだ。だからももちゃんもパッて見て、あ、好きって思って友達になってって言ったんだけど、普段はどうやってお友達しますか？難しいですよね、うん、友達。大人は難しいね、本当に難しいと思う、うん、コミュニティに属するかな。そのコミュニティに属して共通の 何かがあるとやっぱり友達ってなりやすいと思う。あー、なるほど。習い事とかね、芸能界じゃなかったとしても同じ勉強してるとか、うんうんうん、ね、私にさ連絡先変えてさビビった？全然ビビんなかったです。あ、本当、うん、だって私から聞けないじゃないですか。なんかなんでゲストだし。え、そういうもん。私にとってゆいかさんってすごい憧れっていうかファンみたいな目線だったので。そうそうそう、そうなんだから、ゆいかさんが自分のこと全然知らないかもって思いながら。泣けないじゃん、社会現象ですよ。なったから、うん、そもそもそういう感じだったんで、どれだけなんか仲良くなりそうと思っても私からは聞けないなって思ってましたね。ほんと、うん、よかった、聞いて。マイルかもって思って自分を納得させてました、夜まで。悩みは何ですか？ね、私の今クレームで笑ったでしょ。うん、笑いました。どうして、どうしてダメなの？雑談だから。なんでさ、ももちゃんな上手にできたわけ？いや、私ちょっと奇跡だと思います。ちょっと次やってみてよ。うん、やります。できました、お待たせ。どうぞ。え、嬉しい。はい、どうぞどうぞ。ももさんが次に挑戦。でもゆいかさんは、私はなんか金八先生もそうですけど、イメージとしてはあのスイングガールズなんですよ、やっぱり。で結構私あの自分が楽器始めたいなって思った理由がそのゆいかさんのあのキャラ好きだったし、あの映画、いい映画だったな。中学の現役時代は吹奏楽部で、もうマジでその時に見た映画まんまなんですけど、ゆいかさんのキャラクター大好きで、トロンボーンでしたもん、当時。あと、うん、ありがとう。そうなんです。そんなこと、そう。そんなことある。そんなこと今未来出会って友達になるってある。そうなんですよ。やばくない？そう。だから嬉しすぎ。スイングガールズは、本当自分にとって特別かも。自分も出てるけど、うん、マジで好きな映画。本当に好きな映画。本当にいい映画ですよね。うん、すっごいいい映画。うん、見るたびに元気になるし、わかる。やっぱ音楽いいなとか、やっぱ青春いいなとか、好きなことっていいなとか、日本っていいなっていう、いいなの集合体すぎて、うん、パワーがみなぎる、うん、私なんか恋愛ものじゃない青春で女子が出てるっていうの結構好きで、男子でもそうだけど、そういうガチガチの青春コメディみたいなの結構好きな時期あって、あ、霧島部活やめるっていうとかも浅井亮さん原作の、あれとかも好きなんですけど。え、私ゆいかさん好きな映画知りたい、うん、好きな映画。私この間見た映画、はい、ルックバック見たんだけど、ルックバック、あの漫画家を目指す女の子2人のアニメの映画なんだけど、うん、アニメな、そう、アニメーションでめちゃくちゃ良かった。なんかももちゃんはさ自分で書いてるじゃん、書いた自分が0から1を生み出して世の中に投げるじゃん。うん、私はそういう作業あまりしてないけど、それでもやっぱり世の中に向かって何か作る、まあでもね、作らない人でも、そう、創作の、そうなの、もう命がけで2人が書いてるから、ずっと今胸にある。うん、それ映画館で見たんですか？映画館で見ました、映画見に行こう今度。映画館いいです。映画館いいよ、ね、映画館私マジで行ってないっす。マジでっつった今、マジで。YouTube これからやりたいことありますか？YouTube やりたいのはキャンプなんです、私。
嘘でしょ。キャンプ本当にね、キャンプ下手くそすぎてどうしよう本当だえ、キャンプ行きたいの。キャンプ行きたいんですよ。本当にキャンプ、キャンプで旅したいの。私あのインパルスの板倉さんっているじゃないですか、うんうん、趣味チャンネルっていうのをやってて、うんうん、そこで毎回あのキャンピングカーで一人で長時間かっこいいやってるんですよ。すごい。そう、ただただキャンプをするっていう。やっぱりそういうアウトドアでこの焚き火とかやって、そこでカレーかわかんないけどなんか作って。アウトドアの趣味ある人と思いませんでした。ないです。ないんだけど、うん、そう企画としてだったらいけるかなみたいな。だってやりましょう、重い腰も上がるかなみたいな話。本当ですか。やりましょう。だって ありがとうございます。頑張ってください。準備を一人で勝手に行きます。今もさ、自分ソロで歌うじゃん、うん、やりたいこととかあるんですか。ソロではでも曲提供をやりたくて、私歌詞書きたいが大前提にあって。じゃあいつか書いて。自分が歌わなくてもいいのよ別に。歌いたい。ゆいかさんもね、歌うもんね。うん、歌好き。なんかすごい落ち着いてる、ゆいかさんの歌は。落ち着いてる。落ち着いた声、歌声をしてらっしゃいますよね。なんかしっとり聴ける。なんか昭和歌謡が合いそうな感じの歌い方ない気がします。私はさすがです。そっち系好きです。やっぱり、うん、ハマってるって思う、ね、自分も、うん、でもすごい、ね、昭和歌謡好きですか。好きですね。お、うん、カバーしてほしい。なんか何カバーしたらいい。何歌ったらいい。なんだろう。やっぱ一人でしょ。私ウィンクさんとかすごい好きなんです。え、ね、待って、ウィンクって昭和歌謡に入ってくるの。あ、違うの。あ、どうなのどうなの。違うのかな。どうしよう、若い人しかいないこれ。違うのかな。慌てる昭和生まれ。なんか80年代か。80年代昭和ではないか。うんうんうん。中森明菜さんとかじゃない気がするんですよ。私今びっくりした。そっちって思ったけど、そっちじゃない。なんかそっちだったら聖子ちゃんの方がまだ合う。確かに、うん、南野陽子さんとかじゃないですか。ねえ、それこの間コメント欄に書かれたすごい、うん、すごい、すごいびっくりした。顔が近いって言われた系統、系統が近いって言われた。美人みたいな感じはちょっとあるかも。光栄だわ。ゆいかさんのファンの方の総称とかってあるんですか。ないんですよ。そういうのどうやって考えましたか。なんか勝手に私は桃子組っていう組ですよね。組合ですよね。あるんですけど、うんうん、あ、勝手に作られてます。自分のさ名前が桃子組じゃん。だからいいよね、うん、自然だよね。まあ、かけてる。ちょっと考えて。どうしたらいい。ゆい家族がいいと思います。族なの、うん、なんかすごい、なんかすごい拍手してるけど嘘でしょ。本当に私は族ってそっちの族じゃなくて、うん、家族の、まあ家族の族も同じだけど民族的な族で、あの、うん、かわいいじゃないですか。民族がいっぱいいる。あすごい。私やんちゃな方向にちょっと想像してしまいました単純に疑問なんですけど、はい、最初からこれゆいかさんの YouTube チャンネル見ればわかるかもしれないんですけど。多め少なめもうちょいあ、ごめんねごめんごめん、はい、私自分が空腹が無理なの。だから早く作ってあげたいんだ。そうなの。一刻も早く食べてせてあげたい。優しい。何が疑問なの。あのゆいかのラジオっていうタイトルじゃないですか、うん、YouTube の。なんでなんですか。まあ、ラジオが好きだったっていうのもあるし、うん、なんかちょうどコロナ禍で、コロナ禍でさ始めたんだけど、みんな自分が応援してる人は元気なのかどうかってすごい気にして。ゆうかさんが。そうそうそう。ゆうか族の方が。ゆうかもう使ってる。お待たせしました。どうぞ。ありがとうございます。はい、召し上がる。みんな行き渡った。仕事は終えたかありますね。あ、やったやった。なくなったでしょ、うん、もう完璧にから。さてさん、綺麗。イェーイ。それで、あの、話は戻りますと。話を戻します。ラジオって、いつもこう、生活のそばにあって、うん、自分たちがこう、行動したり、なんか家事しながらもそばにいてくれるっていうところが私大好きで、うんうん、確かに。だからそういうふうに、こう、もうながらで、もう流し聞きぐらいな感じで、みんなの生活のそばにいてほしいなと思って、ゆいかのラジオにした。そんな深い意味があったんですね。深いかな、わかんないけど。だって YouTube チャンネルでラジオっていう言葉使ってる人あんまりいないと思うんです。そうだね。そう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 。うん、でも、それがあったからか、その後に来てくれた 1J の仕事が決まったりしたから、あれで結構ラジオっていうイメージが出た。うん。からすごい。1J の方が後なんですね。後なの。ずっとやってるイメージだから。全然。そうなんだ。桃子組カンパニーチャンネルもなんか変えたいです。変えるって何を。急にリニューアルの話してんの今。どういうこと。なんか出たいメディアをさ。あメディアを。さすがプロデューサー絞ってね。そこに向けてね。桃子の脚本とか。脚本の仕事来るか。来ると、書きたい。脚本書きたいです私。
マジ脚本書きたいです、はい、どんな話書くの？私出たい。じゃあ、うん、出てください。うん、え、ワンシーンぐらい出てない？いや、出ない出ない出ない。ワンシーン出ないよ。だって桃子組びっくりする。出ないよ。桃子、ゆり家族はゆり家族もびっくりしたから、私が出たら。出ない、大丈夫大丈夫。あ、仲いいもんね。この二人が仲いいもんね。そうだよね。ゆり家族いいですね。まったりしててなんか、はい、会いたくなってきますね。仲良くしてください、ね、今後とも。じゃあ、桃ちゃんのこれからのご活躍と、そしてますますお近づきになれますように、ね、なんかこの、ま、なんか今回そうコラボしてすごい良かった。めっちゃ距離が縮まった感じする。1回目遊んでから結構会ってなかったから、そう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 、会えて良かったです。ずっと会いたくて、ね、YouTube 会いたくて全部ドッキングしたっていう2本立てでございました。なんかまた食べに行きましょう、うん、どっか行こう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 、うん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。前半の方はももこちゃんのチャンネルでありますので、そちらも合わせてゆり家族の皆さん見てください勝手に決めちゃったけど、この今回の動画、はい、ももこちゃんと仲良くなれて本当に良かったねと思ってくださった方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。素晴らしい素晴らしい素敵。せーのでまたねって言って、はい、せーの、またね。